次の新しいおもちゃ見つけたらな、普通にしないと。おまかせじゃなくてもいいんだけどな。レザージャケットね、買いましたね、結局。ノリで。ノリで買いました。いつ着ようかな、あれ。マジで。いつ着るんだろう。あの服。買ったはいいもののさ、マジでいつ着ようかなってなってる、普通に。結局どんぐらいで買い物したかな。6万ぐらい使ったんじゃないかな、合計で。結構ね、何でも買ったから。無理だろ。うんだね。ジャンプ力高か。こいつ心が強いな。いいだろ。痛い。今日採用じゃないか。スマミットの新ステージ、スマミットステージ変わったんすか。お前、俺が反射を怖がって撃たないと思っているな。撃つぞ俺は。見せてやろう。お前のそのメンタルに負けない。俺は押す。やるやん、普通。キック、このキックマジ強いからな。キック、キック、キック、はい、どうもよ。その場合、え、バーストパーセント、どちらが有利かな。あん、危ない。OK。 危ない。そいつも思うけど、相手のキャラ分かんない状態でステージ拒否るから、もう別にステージがどこだろうが変わんねえっていうか、関係ないんだよな、別に。自分のやりたいステージ選ぶだけだし、結局。相手のキャラ見てから拒否して選べるんだったらまた話変わってくるけど、どうせまたさ、ホロパスが追加されようがさ、みんな終点拒否ってさ、終点拒否しとくんでしょ。
かかと落とし、かかと落とし。ん？痛い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 。シュッ。なんだ？ホロバスのスティーブはエグいついてきた。どこも強えよ。どこも回ってるよ。変わらん。痛い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 。終点なくしてほしいわ。さすがにないかな。キャラさんってどこもひどいから。そもそもあのステージ運なんじゃなくて普通にキャラさひどいんで、僕余裕で。今更ステージどうこうっていうあれでもない。これで来てればいいね。いいから。はい。あキャラさね。まあ、なかったらおもんねえから、逆に。ステージごとにキャラさがあるからおもろいんでしょ。ステージごとにキャラさんなかったら全部同じステージやればいいじゃん。なんでわざわざステージ選んでんのっていう。キャラさんあるからでしょ。だからステージ版もあるし、人によって使いたいステージあるでしょ。そんなめんどくさいことしないと。もう今更いる？そんなとこない。痛い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 。もうバグ直さなくていいから早く新作作ってくれ。バグ直さなくていいよ。弱すぎる。何その復帰。復帰って下から帰ってくるもんだからね、基本的に。何その斜め上から来んのこいつは。足が遅え。無理なのよそれ。通らないんだよね、残念ながら。で、かかと強すぎは。なるほど、この技。